絡まっていってる爪の色が。本当だ。本当だ。朝6時起きで撮影して、今は夜の7時前ぐらいです。めちゃめちゃ長丁場の撮影が終わったので、今から家に帰りたいと思います。お疲れ様です。皆さんもお仕事お疲れ様です。はい、こんな感じで帰宅をしたので、早速メイクを落としていきたいと思います。で、最近は花粉での肌荒れを防ぎたいので、お風呂の時じゃなくって帰ってきてすぐに洗顔をするようにしてます。なので早速今からメイクを落としていきたいと思います。髪の毛がめちゃくちゃ伸びたので、扱いがね大変なんですよ。迷ってます。髪の毛を切るか、お仕事があってすぐには切れないんですけど、そのお仕事が終わったら切るか、せっかくここまで伸ばしたからもうちょっとだけ長いの楽しむか迷ってます。はい、メイク落としてきます。メイク落とします。日によってメイク落としは変えるんですが、オイルタイプだったりジェルタイプだったり、あんまりこれっていうのはなく使っています。今日はジェルタイプ。今日は撮影で軽く撮影終わりにメイクを落としてきたんですけど、帰ってからもう一回します。流してきます。はい、そしたら次洗顔していきます。はい、メイクを落としたので次は洗顔をしていきたいと思います。洗顔はこちら使います。ダブセンシティブマイルドクリーミー泡洗顔。泡すごいですよ、こんな感じ。本当にもち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 です。今の時期はね、本当に花粉とか乾燥とかで1年の中でも特に肌が敏感になる時期なので、この洗顔を使っていきます。最近はこれをよく使ってるんですけど、本当にもちもちの泡なので洗い上がりも突っ張らず、しっかり保湿してくれる感じがあります。こんな感じでね、初めから泡になって出てきてくれると
肌への摩擦もなるべく少なく、とにかく肌に優しく洗顔できるからいいですよね。敏感肌用だけど濃密美容液成分も入ってるので突っ張らず肌が潤うみたいです。流していきます。はい、こんな感じでしっとり洗い上がりました。この辺肌荒れしてるんですよ。今使ってたのは敏感肌タイプなんですけど、より乾燥が気になる人にはビューティーモイスチャークリーミー泡洗顔っていうのもあるみたいです。時期によって使い分けるといいかなと思ってます。軽くなので、まあ夜はお風呂入った後にしっかりスキンケアするんですけど、とりあえずミスト化粧水とミスト美容液しました。さっぱり。はい、今日はもうめちゃめちゃ早起きで疲れたので、ちょっと今からゆっくりネットフリックスを見たりゲームをしたり、こんな感じでおもちくんとゴロゴロしながら過ごしたいと思います。はい、皆さん今日も見ていただきありがとうございます。見てる？おもちくんも今日見ていただき、画面おう、ありがとうございます。YouTube たくさんアップできるように頑張ります。おやすみなさい。皆さんもゆっくり休んでください。